今日から田村敦史の RC チャンネルとして改めて活動していきたいと、僕の友達でもあります東谷さんがネタもね提供していただけるってことになりましたので、どうも田村敦史です。僕の YouTube チャンネル田村敦史TV ですが、もともとはロングチャンネルというチャンネルで、りょうさんが闇営業問題でどこにもメディアにですね出ることが叶わない場合に、この YouTube のチャンネルを用意しておいて、そこで2人で何か活動できればと思って作ったのが、この YouTube チャンネルの解説の理由でした。で、時間が経ってロングチャンネルをですね愛していただいた方にも本当に感謝しておりますが、まあいろいろとこうりょうさんはりょうさんで自分のペースで自分で思い通りにいろいろとやってみたいということで、りょうさんが自分自身でチャンネルを作るという形になって、今りょうさんは自身の YouTube チャンネルがあるわけですが、まあ、こっちのチャンネルはアツシがやってくれということで、僕が引き継いで田村アツシ TV という名前に変えたんですが、それがまあ3ヶ月ぐらいですかね。で、まあ田村アツシ TV ってなんかちょっと硬いなと思っていまして、そんな中僕の、まあ、友達でもあります東谷さんがプロ系 YouTuber となりまして、でも今や100万人を超える一流の YouTuber になって、僕もなんかそのチャンネルの相性みたいなのがね、近いところで言うと極楽とんぼの山本圭一さんがケイチョンって言われてる、なんかそういう普段呼ばれてないような呼び方でチャンネル名が付けられたらいいなと、田村敦史 TV は硬いなと思っていたところ、東谷さんの登場でガーシーチャンネルっていうのができまして、東谷の東からガーシーってなってるわけですけども、たまたま生配信中に、まあ、そんな名前を変えるってどうだろうかっていう話になりまして、ガーシーチャンネルはどうなんだろうっていうことで、みんなにお伺いを立てたら、ガーシーチャンネルいいじゃないか、ガーシーチャンネルにしようっていうことになりまして、名前を、まあ、これで決定というわけではないですが、僕はなんかまあ思いついたらすぐに動きたいと思う人間なので、ロングチャンネルから田村敦史 TV になって、で、今日から田村敦史の RC チャンネルとして、改めて活動していきたいと皆さんに報告させていただきたいと思います。で、この RC チャンネルはしょうもない暴露ネタもやるんですが、もう誰も傷つくことのない、暴露ネタなんかも今もうたくさん僕の元に寄せられてますし、本家のガーシーチャンネルさんがこのネタは使えないわっていうぐらいのしょうもないネタをお譲りいただけるっていうことなんで、昨日 YouTube の生配信やってる時にも東さん入ってきて、RC チャンネルいいじゃんみたいなことを言っていただいたんで、でなんかネタもね提供していただけるってことになりましたので、まあそういう誰も傷つけない、こう本当か嘘かわからないようなしょうもないネタを紹介するっていうこともやりますし、今まで通り、キャンプもやりますし、僕が気になったことをですね、まあ、カメラを回してロケしたりとか、趣旨としては変わらず楽しいチャンネルを運営していきたいと思います。RC チャンネルになったからといって暴露しかやらないっていうわけではないです。もう当然僕が大好きなキャンプもやりますし、ギターを買った時の紹介だったりとか、車を買った時の紹介だとか、こんなご飯が美味しいとかっていう紹介もやっていきます。なので、名前は変わりますが引き続き、変わらぬご支援いただけたら嬉しいなと思います。今日もって田村敦史 TV から田村敦史の RC チャンネルにチャンネル名が変更になります。皆さんぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。